サー・アーネスト・アレクサンダー・キャンベル・マクミランは、カナダの指揮者。遅めのテンポを好むことから、ラルゴ教の異名を取った。ピアニスト、オルガニストとしても活動し、カスリン・パーローやザラ・ネルソバと共に、カナダ三重相談を結成していたことでも知られる。オンタリオ州、ミミコで牧師の家に生まれ、神道として知られた。10歳で、オルガンのリサイタルを開き、エディンバラで、 アルフレッド・ホリンズに指示。1907年には、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・オルガニスツの巡回員となり、1911年には、フェローの資格を取得した。1911年から1914年までは、トロント大学で現代史を学んでいるが、この学生時代に、トロントのノックス教会のオルガニストを務めた。1914年からパリに留学して、ピアノを学び、 バイロイト音楽祭を訪れたところ、第一次世界大戦が勃発し、ベルリン近郊のルーレイブエン収容所に送られることとなった。この収容所内で自作のレビューや有名なオペレッタの上演を監督することで指揮者としての素養を磨いた。1918年には収容所内で書かれた作品が音楽博士号取得申請作品としてオックスフォード大学に提出され、 学位が送られることとなった。戦後、1919年から1925年まで、トロントのティモシー・イートンメモリアル協会のオルガニストと、聖歌隊長を務めたが、この間の1923年にヒーリー・ウィランと、リチャード・タター・ソウルらと共に、バッハの、マタイ受難曲の演奏会のプランを立て、トロントの音楽シーズンの呼び物として定着させた、業績がある。 1920年からは、カナダ音楽アカデミーの教授陣に名を連ね、このアカデミーがトロント音楽院と合併した後も、更新の指導に当たった。1931年からトロント公共楽団の主席指揮者を務め、このオーケストラをパートタイム雇用の寄せ集め的なものから、プロフェッショナルなものへと変貌させ、辞任する直前の1956年に、 アメリカ演奏旅行を実現させている。1942年から1957年まではトロント・メンデルスゾーン合唱団の合唱指揮者を務め、1945年にはオーストラリアのオーケストラに、その翌年にはブラジルに渡って各地のオーケストラに客演するなど幅広い活動を行った。こうした一連の音楽活動の成果が認められて、1935年に イギリスからナイトの叙勲を受けている。1973年トロントにて没。ありがとうございます。